室内で気軽に有酸素運動ができるエアロバイクフィットネスバイク。近年ではリモートワーカーの運動不足対策としても注目を浴びています。しかし、アルインコやリーボック、ハイガーなど多くのメーカーから販売されている上、形状も様々。ダイエットへ効果が高くて、漕ぎやすいのはどの商品なのか迷っている人も多いのではないでしょうか。今回は、Amazon、楽天市場、Yahoo ショッピングなどで、売れ筋上位のエアロバイクフィットネスバイク10商品を、比較して、最もおすすめのエアロバイクフィットネスバイクを決定します。比較検証は以下の4点について行いました。機能性、漕ぎやすさ、続けやすさ、静音性。果たしてどの商品がレモングラスが選ぶ最強のベストバイ商品なのでしょうか。エアロバイクフィットネスバイクの選び方のポイントもご説明しますので、ぜひ購入の際の参考にしてみてください。リストの最初の製品は、フィットネスバイクハイガー産業。ハイガー産業のフィットネスバイクは、漕ぐ姿勢に合わせて、ハンドルの握る位置を変えられる、四角いフォルムのハンドルが特徴的な X タイプ。クッション性が高くて、座面の広いフラットサドルが特徴で、モニターからは、座る位置が安定した、お尻が痛くなりにくかったとプラスの声が多数、上がりました。疲れてきたら背もたれに寄っかかって、休めるので、体力に、自信のない人にぴったりと言えるでしょう。さらに、ペダルストラップでしっかり足を固定できるため、スピードを出しても安定する上漕ぎ心地も滑らか。負荷調節ダイヤルがモニターの真下にあるので、運動強度の変更もスムーズに行えますよ。また、7段階まで細かくサドルの高さを調節できることや、コンパクトに折りたためるので、使い終わったら、デッドスペースに収納できることも加点ポイント。スピードを出して漕いだ際の動作音は、45dB と室内のエアコンの動作音に匹敵するほどの静かさでした。これから、ダイエットや体力づくりのために運動を頑張ってみたい人にとって強い味方となるエアロバイクフィットネスバイクです。リストの2番目の製品はマグネティックエアロバイクステディー。ステディーのマグネティックエアロバイクは X タイプの商品。トレーニング解説動画を見られる QR コードが説明書に記載されているので、設定方法や運動内容がわからない人でも始めやすいですよ。漕ぎやすさにおいては、モニターからお尻の位置がずれず、疲れにくい、サドルの先が内ももに擦れることもなく、ストレスなく漕げるとプラスの声が上がりました。運動に不慣れな人でも、長時間漕ぎ続けられるでしょう。またコンパクトな見た目とは裏腹に、スピードを出してもガタつかないほどの安定性の高さで、ペダリングも滑らか。ペダルストラップ付きなので、足を滑らすリスクを軽減できます。サドルを7段階まで高さ調節できるので家族で共有しやすい上、コンパクトに折りたためるので使用後も邪魔になりません。スピードを出して漕いだ時の動作音は 45dB と大変静か。時間帯を気にせず運動を楽しむことができますよ。さらに、60分間連続で使用できることも美点。コンパクトなものが欲しいけれど、長時間運動を楽しみたいという人におすすめの商品です。リストの次の製品は、フィットネスバイクティグラ TRFB003 XBBK。ティグラのフィットネスバイクは体幹周りに力を入れやすい、くの字型のハンドルが特徴的。また、モニターが小さく、視界を遮らない上連続使用時間が60分と長いので、ドラマや映画を見ながら漕ぐのに適しています。クッション性の高いフラットサドルに対して、モニターから姿勢を維持しやすい、腰への負担が少ないとプラスのコメントが多数。その上スピードを出してもガタつかず、動きが詰まることなくペダリングできたため、漕ぐ時のストレスを最小限に抑えられる商品と言えるでしょう。また、奥行き40センチメートルまでコンパクトに折りたためるので、部屋のちょっとした隙間に収納可能であることや、サドルの高さを7段階調節できることも加点ポイントに。
さらにスピードを出して漕いだ時の動作音は45dBと大変静かでした。一方で心拍計が搭載していないのはネック。この商品を購入する場合はスマートウォッチなどの機器を使用して心拍数管理をするようにしてくださいね。次の製品はコンフォートバイクアルインコ。アルインコのコンフォートバイク4321はトレーニングチューブ付きで肩や背中のトレーニングをしながら漕げる X タイプのフィットネスバイクです。漕ぎやすさの検証では負荷調節をスムーズに行えた上、スピードを出してもガタつかないほど安定性が高かったことが加点ポイントに。一方、サドルのクッション性を懸念する意見がモニターから上がったため、腰を痛めやすい人にはおすすめしません。X タイプの中ではモニターが大きめで、運動強度をチェックしやすい上、タブレットが落ちにくい。タブレット台の構造も魅力。ただし、サドルの高さ調節数が4段階までしかないので、人によってはサイズが合わないこともあるでしょう。有酸素運動をしながら、筋トレもしたい人は、購入を検討してみてください。リストの次の製品は、フィットネスバイクリーボックギガバイト50。リーボックのフィットネスバイクは、アップライトタイプの商品。暗闇でも見やすい、バックライト付きの大きなモニターも特徴です。ボトルホルダー付きなので、運動中の水分補給を行いやすいですよ。漕ぎやすさの検証では、スムーズにペダルを動かせたことや、負荷ダイヤルに加えて、モニターのボタンでも負荷調節ができて、扱いやすかったことが加点ポイントに。しかし、サドルの角度が前方に傾いており、バランスの取りにくさを懸念する意見も上がったので、体幹の筋力に自信がない人は避けた方が良いでしょう。一方、32段階も細かく負荷調節できて、自分に合った負荷に合わせやすいことや、サドルの高さを11回まで調節できるため家族で共有しやすいことは大きな魅力。折りたためないので設置スペースは取りますが、運動経験があって本格的に体作りをしたい人はぜひ検討してみてくださいね。次の製品はフィットネスバイクアルインコ AF6200。アルインコのエアロマグネティックバイク AF6200 は、その日の調子を客観視できる体力評価機能付きのアップライトタイプの商品。運動指数をチェックしやすい大きなモニター画面と直感で操作できる押しやすいボタンが魅力。さらに、スピードを出して漕いだ時の動作音は 45dB と大変静かでした。漕ぎやすさの検証では、スピードを出してもガタついたり足が滑ったりしない。安定性の高さとペダリングの滑らかさが評価ポイントに。しかし、サドルについてはサイズ感がちょうど良かったというプラスの声と座面が硬くお尻が痛くなったというマイナスの意見で好みが分かれました。腰やお尻の負担を気にする人には不向きと言えます。一方、サドルの高さを7段階まで調節できるので家族内でシェアしやすいのは魅力。ただし、タブレット台がないので、タブレットで動画を見ながら漕ぎたい人には向きませんよ。リストの次の製品は、フィットネスバイク BTM。BTM のフィットネスバイクは、フィットネスバイクの中では珍しく、心拍数、消費カロリーなどのモニター表示が日本語で記載されている商品です。サドルの高さを7段階調節できる上、心拍数、回転数、消費カロリーといったダイエットに必要な機能が揃っているため、機能性の検証では高評価に。また、スピードを出して漕いだ時の動作音は 50dB と静かでした。ただし、漕いでいるうちにシャーシャーという音が鳴ったので、同居人がいる場合は、夜間早朝の使用を避けてくださいね。漕ぎやすさの検証では、滑らかなペダリングと負荷調節のしやすさが好印象。一方で、モニターから、座面が硬くてお尻が痛くなったという意見が上がったので、腰やお尻の負担を気にする人には向かないでしょう。次の製品は、デスク付けフォールディングバイク為替。イロンマンクラブ、鉄人クラブのデスク付けフォールディングバイクは、パソコンを置けるほどの大きなデスク付きなので、仕事をしながら運動したい、
リモートワーカーにぴったりの商品。モニターは小さめですが、心拍計をはじめ距離、スピード測定機能などダイエットに必要な機能が備わっています。しかし、サドルの高さを4段階までしか調節できないので、人によってはサイズが合わないこともあるでしょう。漕ぎやすさの検証では、クッション性が高く座面の広いサドルが加点ポイントに。しかし、スピードを出した時に足を滑らせてしまったモニターがいたことや、負荷調節ダイヤルが椅子の下にあるため姿勢を崩さないと操作できなかったことはネックでした。本格的にダイエットをしたい人にはおすすめしませんが、運動不足解消の目的で仕事などの作業中に使用するのであれば検討してみても良いでしょう。リストの次の製品は家庭用リカンベントバイクダイアコジャパン。リコの家庭用リカンベントバイクは雑誌やタブレットを見ながら運動できると謳うリカンベントタイプの商品です。椅子の横のグリップに心拍計が搭載されており、心拍数を測りながら背筋を伸ばした姿勢を取りやすいことが魅力。さらにサドルの高さを24段階も調節できるので、家族でシェアできますよ。しかし、漕ぎやすさの検証の際に、椅子から離れた場所に配置されたモニターでしか、負荷調節を行えなかったことや、スピードを出して漕いだ時にガタついてしまったことは難点。スピードを出せないと運動強度を上げにくいため、ダイエット目的の人には向きません。その上タブレット台がないので、スマホ動画を見ながら運動したい人にも不向き。部屋の広さに余裕があって、足腰のリハビリ目的の人であれば、購入を検討してみても良いでしょう。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。